番組はライトペインティング、いわゆる光の芸術を通して歴史を新しい視点から伝える番組で日本をはじめフィンランド、アメリカ、オーストラリアで作品を制作し一つのドキュメンタリー番組にするものですライトペインティングはカメラのシャッターを開放したままペンライトで 円やジグザグ模様などを描いて作品に映し込む光の芸術です。光の軌跡で幻想的な雰囲気を作り出すことから、最近注目を集めています。番組制作は各国でチームがあり、日本チームはトレバーさんをはじめ、イングランド人のティムさん、ジョナサンさん、クラシキシのコーメルさんの4人です。 それぞれ岡山で仕事をしていて、この番組のため結成しました。トレバーさんらは、日本の歴史に欠かせない城と武将をライトペインティングと融合させようと、高橋氏の備中松山城を舞台に選びました。現在も山の上にそびえ立つ城のたたずまいと備中松山城にまつわる歴史を学び、 決めたということです中でも三村氏に関係した歴史にスポットを当て三村一族や家塚の暗殺などをテーマに撮影しました今回の制作には高橋フィルムコミッションの中山さんと高橋市教育委員会の三浦さんも協力していてこの日はライトの準備などを終えると 天使の二階や城の前など、六箇所で撮影を行いました。撮影は暗闇の中、青や赤のライトを駆使し、行われました。この日撮影した作品です。 日本チームの作品は1ヶ月ほどで完成する予定で残り3カ国の作品と合わせ各国の歴史をライトペインティングで伝えるドキュメンタリー番組として世界に配信される予定です。